くなっても大丈夫。ごめんね。思わず。思った通りだ。柔らかい。ゆっくり食べるね。そんな目でジロジロ見ないで。恥ずかしい。寂しくてもずっと我慢して生活してきたんだよ。どうしてこうなっちゃったんだろう。ごめんね。食べてもお腹いっぱいにならなくて、本当につらかったんだよ。お兄ちゃんに相談したいってずっと思ってたのに、
我慢してたんだよ。できたの褒めてほしいな。あ、もうなでなでできないんだ。これ美味しい。一番美味しいかも。私のほっぺは残しておくね。大丈夫、今度は食べないよ。絶対食べないから。あー、ダメ、やっぱり我慢できない。ごめんね、お兄ちゃん、私悪い子になっちゃった。まあ、やっぱりお兄ちゃんのほっぺ美味しい。見てみると、私すっごく食べたんだね。お兄ちゃんってずっと見上げる存在だったのに、見下ろしてるのは変な感じ。今更だけど、私
大きくなったでしょ。どう？大人っぽい？